今これ撮ってるのはほうれん草のペーストね。ほうれん草を煮込んで、でミキサーで潰して、で最後スパイス入れて、でこれを、グレービーソースと混ぜて仕上げていく。グリーンカレー。グリーンカレー。はこれもタンドリーネティカね、グリーンティカね。はい。このソースをチキンにつけて一晩寝かして焼くとグリーンティッカーができる。そう、はい、グリーンペースト、うん、これがベースになります。これとグレービーソースのミックスでグリーンカレーが出来上がります。注文お待ちしてます。